マイケル D ・ヒギンズはアイルランドの政治家、詩人、社会学者、文筆家、放送人、同国第9代大統領大統領選挙に立候補するために労働党を離脱するまで同党の総裁を務めていた。2011年2月まで五流イ日選挙区選出の会議員であった。1993年から1997年まで芸術、文化、 ゲール語大臣を務めた。ヒギンズはアイルランド国立大学ゴールウェイ校の成人学生だった時にフィアナ・フォイル党の党員となったが、すぐに労働党に倶り返した。1969年と1973年の。この時、ヒギンズのために選挙運動を行った一人に、当時 UC グの学生で後に労働党の党首となったエーモン・ギルモアがいる。 ヒギンズは1973年にリアム・コスグレーブ首相によって上院議員に任命された。ヒギンズは1981年の総選挙で初めて下院に当選し、1982年2月の総選挙でも再選された。同年11月の選挙で議席を失ったが、アイルランド国立大学選出議員として上院に復帰した。また、 1982年から1983年と1991年から1992年の2期にわたってゴールウェイ市長を務めている。労働党においては1980年代に連立政権のパートナーとなることに反対した議員の一人であった。ヒギンズは1987年の総選挙で会員に当選すると2011年まで議席を維持した。 1993年には、芸術、文化、ゲール語大臣として入閣を果たした。在任中に、ヒギンズは物議を醸していた放送法第31条を廃止し、休眠していたアイルランド映画庁を復活させ、アイルランドご専門テレビ局を開局した。2003年に労働党総裁のザオプロンシアスで、ロッサから引き継ぎ、また外交に関する。 労働党のスポークスマンを務めた。2004年の大統領選でヒギンズは立候補の意向を示唆したが、労働党が候補者を立てないことを決定したため、断念した。2010年10月に2011年2月の総選挙には立候補しないことを表明した。この頃までヒギンズは、ダブリン市内の質素な 2DK のマンションで暮らしていた。 2011年10月27日の大統領選挙で当選11月11日に就任。77歳で望んだ2018年10月26日の大統領選挙では得票率55.8%で再選された。ヒギンズは人権活動家であり、ニカラグア、チリ、カンボジア、エルサルバドル、イラク、 ソマリアなど世界各地の紛争について執筆している。2010年にはガザ自由戦団を擁護するスピーチを会員で行っている。1992年、世界各地での平和活動が認められ、ヘルシンキの国際平和ビューローが制定したショーン・マクブライド平和賞の最初の受賞者となった。ロナルド・レーガン政府における米国の外交政策については明確に批判的な立場を取った。 政治家としての経歴の他に、ヒギンズは詩人、文筆家、放送人でもある。関連論、文学における社会学、政治における依存国家信賞など、幅広い分野にわたって政治及び哲学の出版物に寄稿している。イギリスのチャンネル4において、モントセラトをテーマに、もう一つのエメラルドの島と題したテレビ映画の脚本とプレゼンターを務めた。 また、RTE で、ノエル・ブラウンの生涯について、ドキュメンタリーを制作している。詩人としては、様々な雑誌に作品を発表しているほか、裏切り、炎の季節、不毛の季節の3冊の詩集を発表している。ヒギンズは、スポーツにも関心があり、マイカ・ゴールウェイの競馬場に出かけるほか、リーグ・オブ・アイルランドのゴールウェイ・ユナイテッドの総裁を務めている。 2014年4月5日、映画産業及びテレビ産業への貢献が評価されて、第11回アイルランドアカデミー賞の名誉賞を受賞した。友人宅で開かれたホームパーティーで女優のサビナコインと出会い、1974年に結婚した。二人の間には三男一女の子供がいる。ありがとうございます。